はい、皆さんこんにちは。乃木坂新チャンネルです。元気やね。はい、よろしくお願いします。昨日山行ってきたばっかりだから。はい。ちょっと痩せに戻りましたか。はい。もう山行って。あ、はい。もうあの膝今ガクガクです。はい。野生に戻ったんだと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとあの今日もなんだろう、今日という日がないしかないところで、そうですね。紹介動画。すいません、ちょっとあの自分がちょっと出張でいなかったもので。私も出張でいなくなるんで。すいません、ちょっとギリギリになってしまいますけど、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、10月の今後待ってですね。はい、紹介動画です。はい、秋真っ盛り、はい。はい、そうですね。だいぶ昨日も山行ってきて、はい、あの一つのキノコだけもアホみたいに取れたんですけど。でもやっぱりまだ山はちょっと気温が高くて、はい、あの松茸もね、なんか出始めたみたいなことをおっしゃってましたけど、それ以降は全然今出てなくて、昨日も松茸のポイントに2カ所ぐらい行ったんですけど、全然なかったです。ですか。そんな感じです。石田さん、キノコと相性が悪い。キノコとね、ちょっとずつ、去年、今年で5年目なんですけど、行き始めて、はい、あの去年ぐらいからちょっとあのキノコにもあの気に入られてきたようで。ですか。昨日も、はい、あの一つのキノコだけこんなにいっぱい持ってきました。あ、はい、じゃあそれも楽しみに、はい、はい、よろしくお願いします。失礼します。まず一品目です。はい、キクナと、天然のキノコのおひたしですね。はい、はい、で今日はあのキノコはアミタケというアミタケ、はい、キノコです。ちょっとこうつるっとしたあのナメコに近いような食感でいて、やっぱりちょっとうまみですか、味がナメコよりもっとしっかりしているので、はい、これ今の時期のはい、キノコです。昨日もね、少しだけ取れたんですけど、はい、はい、いただきます。はい、美味しいね、これアミタケね。アミタケ美味しいと思います、うん、今、はい、今ちょっと狙いです。うん、はい、なんか相性いいですね、このおひたしみたいな感じ、はい、すごく。ありがとうございます。キノコはあの、うん、随時ちょっとやっぱその時その時で変わっていくと思います。そうですよね、しょうがないですよね。はいはい、石田さん、ここにあの いつもだったらさ、イクラとか行ったりするじゃないですか。はい、イクラは今回は考えなかったんですか。イクラは考えてたんですけど、うん、あの違うところでちょっとイクラを持ってこようかなと思ったんで、今回はあのこの方がキノコをしっかり味わってもらえるかなと思ったん で、うん、で今ちょっと悩んでるのが、そこに柑橘の皮、いつもだったら多分フリーユズとかスダチとか入れると思うんですけど、うん、今回ちょっとこう乗せたいところがいっぱいあるので、うん、今これはちょっと一品目シンプルでいいかなと思って、 なのでちょっと食べてもらってからトビさんに相談かと思って。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、これでもすごいピュアですごい美味しいですけどね。うん、確かにおっしゃる通り、なんかもう一香りかあってもいいかなとは、一食感なのか。そうですね、なんかそうですね、そうそうとは思ったんですけど、そうですね、そうですね、もう一食感でもいいかもしれないですね。うん、いやだから逆に言うと、もうあの菊の花の量を増やすとか、あ、はい、もっとたっぷりにしちゃうとか。はい、そうですね、そうし、わかりました。菊菜とのバランスをもっと変えていくとか、はい、でも変わると思うしとか、はい、ちょっといろいろ、はい、ちょっと考えましょう、はい、後で、はい、一品目がですね、渡りガニ、それと、白線揚げにしましたユリ根ですね。で上に、針打ちにしました松茸と、下がですね、コウタケのすり流しでございます。まあすごいね、松茸とコウタケ。はい。後半にふわっと残る苦味はコウタケですかね。コウタケです。うん、苦味はコウタケです。ちょっと。残りますか。いや、なんだろうなと思っただけです。あ、なるほど。うん。これちょっとなんか柑橘の香り欲しいかも。なるほど。はい。松茸に軽くフリーユーズするとか。はい。うん。なんかちょっとあのなんだっけ、コウタケの、はい、あのピューレあるじゃないですか。そこ。にもしかしたらなんかちょっとだけ大白とかで乳化させておいてみるかもいいのかも。そしたらその苦味がダイレクトじゃない。昨日ちょっとその話してたんです、永田さんと。やっぱキノコ苦味とかってごま油とか合わせるといいよってちょうど言ってたりするんですよ、うん、そうですねすいません、いやいやいや、本当そうだな、確かにそうですね、大白でちょっと乳化させる感じで、そう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 、
そしたらその方がタレとしても絡みやすくなるし、周りと、いいのかなと思いました、はい、でその苦味もその苦さがこう、はい、この苦さってこう薬っぽい療薬っぽい苦味なんですよ、僕にとって。なんかこう、はい、体には良さそうなんだけど、はい、苦味がこうストレートなんですよね。強いですよね。そう、はい、そのアクセントの苦味じゃなくて、うん、なんか苦味にもやっぱ 質とか種類があると思うんです、はい、うん、多分それってそのものが持ってる、脂質とかと苦味とのバランスなのかなと思って、はい、なんかシナモンとか苦いけどそこにちょっと甘やかさもあったりするからこう、うん、ね、美味しかったりするじゃないですか、はい、お椀がハムと松茸です。はい、ありがとうございます。で、キューズが出始めましたので最後止めを、はい、キューズで今日はお願いしました。ちょうどいい塩梅で、ありがとうございます、はい、もうトビさんが一言も喋ってくれないんで大丈夫かな。ハム切れてましたか。ハム切れてました。よかったです。お作り一品目がタイのたたきです、はい、これもうちの定番の、はいはい、それでいってください。あ、そうなんですか、はい、ニューバージョンじゃないですか、はい、またちょっとそれで食べてください。いただきます、はい、今とっさに石田さんまたすだち忘れてるよっていうこうあれだったんですけど、そうなんですね、はい、いただきます。そういうことか。そういうことです、はい、ちょっとなるほど、どうかなと思って、はい、そっちの方がなんか酸味だけじゃない、うんうん、こう味の複雑さが入るかなと思ったので2人だけが会話してるって感じです。なるほど、はい、そうなんです。ちょっとあ、これでも面白いですね。食べてみて僕よかったか、うん、よかったんでちょっとであれば、このちょっと叩いた後の温度帯がまだ少しお作りにあるので、もう少しこう気持ち冷たい方がいいのかな。あ、例えばなんだろうな。なるほど。こう、だっちをギュッと縛ることによって温度が下がりますね。温度が冷たいのでギュッと下がるじゃないですか。でもそれはもう下がらないから、うん、もうちょっと温度を落ち着かせて。器から変えればいいんじゃないですか。だから器を冷たい状態にして、うん、とか手とか下に氷引くとか。なるほど、うん、まあ、ありかなと思います。わかりました、うん、まあ、ほんの一瞬だけそこの冷たい部分がこうあるだけで、その、そうですね、下だけちょっと強い。だからやっぱり器冷やすでもいいかもしれないですね。あとはそのもの自体もしっかり冷やしておくっていう、うん、お味的にはすごく、はい、その今までのわさびと塩だけの立った塩味だけじゃない、はい、感じが合わさっててすごくいいと思います、はい、味的にはすごい整ってきてると思います。あとそこへの提供方法とほんの少しのアクセントみたいなところと、はい、最後やっぱりそうですね、うん、フレッシュなすだちやっぱあった方がいいですね。ちょっとあった方がいいですね。そうですね、上から最後だから石田さんが上から軽く絞って出しちゃうとかでもいいと思うんですね、はい、盛るときに、はい、あ、なるほど、そう、うん、了解です。続いてが、お作り2品目ですね。はい、金目鯛を、漬けにしてます、はい、で手前にですね、地がらしに少しお酢を合わせたものを、はい、添えてますので、ちょっとそちらお漬けになって召し上がってます、はい、まあ、そのままでもいいですよね。そのままでも結構です、はい、ちなみにその件北子さん、うん、その話でさ、
あのなんか今回有田行ってたじゃないですか、はい、で有田の作家さんとかいろんな人と話してて、はい、みんなが口を揃えるっていうのは質を上げるためには量をやるしかないっていう、うん、そうですね、うん、なんか絵描きさんとかもろくろとかもみんなそうなんですけど、職人さんの仕事ってみんなそうだよねって話で、まあ、料理人さんもちろんそうなんですけど、そう、質を上げるためにはやっぱり量をやるしかないんですよ。だから本当なんか今の時代って職人泣かせの時代になっちゃったなっていう、やっぱりそういうのは、ね、あの今里とかの職人さんにも波は押し寄せてきてるらしくて、はい、なるほど、まあ、当然なんですけど、うん、うん、ピリッと辛いのなんだろう、ネギ、ネギです、うんうん、大根、人参、ムラメ、ネギだ、メネギだって、ネギです。ムラメもちょっと辛いよね、ムラメもちょっと、はい、ピリッとね。ありがとうございます。続いて、おしのびで、イクラの茶碗蒸しです。はい、いただきます。おう、ちょっと茶碗蒸しが多いかな、器変えよ、うん、の蓋で逆にいくらの層を上げていった方が面白いかな。なるほど、同じ陽太郎さんでいいと思うんだけど、朝鮮からつ、はい、朝鮮からですね、うん、はい、筒、あの筒の方ですね、そうそうそう、小麦の、はい、分かりました。普通に日本酒でいいんだろうけどワイン思い浮かばねえなみたいな。あの別にこのいくら新鮮だから全然生臭みは出ないんですよ、はい、全然喧嘩しないんですけど、はい、やっぱあと卵とって話なんで、どっちかと、そうですね、わかりました。じゃあ続いてハッスンですね、焼き物がカマスのウニ焼きです。でその横が甘酢漬けのカリフラワーで、大抵からですね、素揚げにしてますエビも、はい、それと食用のホオズキですね、はい、これはあの毎年使わせていただいているものです。で奥が、黒いちじくの白和えと、手前にそれマコモダケの、きんぴらになります。いただきます、はい、食べ物じゃないんですけど、そのすすき機能を取ってきました。ああ、ありがとうございます。いいですね、すごい、あ、使えるなと思って買ってきました。マコモダケ何とおっしゃいましたっけ、佃煮とおっしゃいました、きんぴらですね、きんぴらか、はい、ちょっと辛み入れてもいいかもしれないね、はい、うん、わかりました、アクセントで、はい、一味とか、はい、うん、ね、お魚カマスね、カマスです、美味しいですね、カマスね、はい、カマス今いいと思います、うん、本当だったら9月ぐらいからなんですけど、9月がやっぱりあの、うん、まだ暖かかったね、うん、はい、エビももそれは、もう濃い口で結構しっかりめに炊いてから、揚げてます、うん、ウニ焼きってウニ醤油みたいなのかけてるんですか、ウニ醤油ですか、そうですよね、ウニ醤油塗って焼いて、で仕上げに生のウニっていう感じにしてます、うんうん、なのでカマスにはあの最初の塩しか売ってないです、うん、はい、あと茶碗蒸し、あれって例えば出汁の量をちょっと減らして卵を少し今固めにするとかは全然できるよね、できるよね。で小林ゴールドエッグさんの一番濃い卵を逆にもらって、なんかちょっとこうフランっぽい濃いめの茶碗蒸しみたいな、卵が濃いだしじゃない、卵も濃くしてだしの量を減らして、ちょっと焼き締まったプリンに近いイメージのフランみたいな、うん、だしの量はね多分ね、なんだろう、 15% ぐらいとかなのか分かんないけど、どれぐらい減らしたらどれぐらい固くなるのか分からんけど、要は、ね、固めの
茶碗蒸しでもっと味の卵の味が凝縮してる。にしたら面白いなと思ったんですよね。で、上からそれでだし醤油かかったイクラが来るじゃないですか。そのだし醤油が味になって食べていくっていうか、今だとだし醤油とだし、あの茶碗蒸しのだしっていうのが液体がこうなって、それでイクラが潰れた後にまた液体がブチュッと出てくるんで、うん、どうしなんかどっかで味がこうなんか定まらないで逃げていく感じになってるんですよね。なんか多分ああいうやっぱ魚卵とか、うん、あれってだしのうまみと卵のうまみと魚卵のうまみとかっていうところのこう相乗だと思うので、それがこうこうなって最後バシャーンって逃げてる感じをこう最後こうここにまとめたいっていうイメージです。それがなんか、ね、卵まで濃くしなくてもいいかもしれない。だしの量ちょっと減らせばそれで解決しちゃうかもしれないのであれだけど、ちょっと割とこう黄色いなんか濃い卵とかにしてもいいかも。はい、うん、すいません、はい、ありがとうございます。続いては食事前ですね。今日あんかけ、あんかけ甘鯛ですね。甘鯛、うん、酒蒸しの甘鯛とわかめ、はい、それとかぶですね。で、あの甘鯛の蒸だしにパンにしたいと思います。ありがとうございます。ここってなんかアクセントに天然キノコちょっと入れることできますか。何かキノコ、天然キノコ、キノコですか。あ、うん、いけます。その方がすごく秋の風情を感じるかなと、はい、はい、今直前でもろもろトラブルがございまして、すいません、はい、急にご飯持ってる動画になってますけど、はい、すいません。やっぱりなかなかね、文章とね、あの言葉だけだとね、はい、意思の疎通が、食事が、白蒸しのうなぎのご飯、はい、ありがとうございます。別々ではなくてご飯と合わせて用意します、はい、最後にわさび添えてますので、はい、わさびと一緒ね、はい、ございます。最後デザートですね。もう今というか例年のうちの定番の栗あんみつです。はい、はい、あれ上はしないんだっけ。上はちょっとしませんでした。あ、OK、ありがとうございます、はい、栗硬いね。出来上がっただけで溶けたと思うんですね。食べもそれは冷えますからね、うん、閉まりますからね、うん、これ簡単に一種ですか。え、一種にします。一応糖蜜だけなんですけど、何かなと思って。アーバンチャー寒天はやんない。アーバンチャー寒天あった方がいいかなと思います、うん、そうですね。アーバンチャーでいいのかな。ああ、そもそもってこと。そもそもです。アーバンチャーでいいんじゃないですか。やっぱりなんかアーバンチャーの良さってあの発酵の香りとね、はい、うん、分かりました。うん、やっぱり独特の香りを出してくれますからね。はい、はい、栗あんみつの栗以外 OK です。分かりました。栗の蜂蜜足しましょうか。ああ、そうですね。甘を入れるんだったら栗の花、うん、そうですね。ちょっと蜂蜜あった方がいいですね。栗の花の蜂蜜とかでもいいかも。そうですね。ありがとうございました。まあ、総じてあの何ですかね、あの流れとしてはすごくいいなと思う。僕は思ってるし、はい、なんか、はい、うん、でもあれですね、やっぱりところどころでちょっとこう微調整じゃないですけど、でもなんかチャレンジも見えたし、はい、毎回毎回日々良くなるっていうこう何でしょう、意識を持ちながらやるっていうのは、はい、すごく大事だなと、はい、ですね、いや思うんですけど、はい、やっぱり質を上げるためには量ですよねっていうところ。そうですね。ただ闇雲に量をやればいいではなくて、やっぱりそのいいもの、うん、美味しいもの、綺麗なもの、そうですね、美しいものとか、なんか世間一般で評価されているものを素直に受け止めて、そこのなんか良さっていうところにこう近づけるように。そうですね、そういうものに対してちゃんと意識持って、うん、数をやらないと、ただただにやってもそれはもうただの作業でしかない、うん、そうですね。さ、意味のない作業はする必要はないですけど、はいはい、またちょっとだけ微調整でいいと思うの で、 そうです、ね、はい、後で、まあ、ミーティングさせていただいて、はいはい、10月もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、またすぐにチャンネル献立変えます、はい、
いつからだこの献立は、2日からです。あ、じゃあもうあれですね、アップされる頃にははいもう変わってますんで、ですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。